コンスターチャレンジ第2回目を迎えるわけでございます、ね。1回目はあのラッキー池田さんに登場していただきまして、ねね、なかなか楽しかったんですけどね、はい、一体今日はどんな点数になるのか。しかも今日は可愛い子ちゃんの登場でございますね。はい、ここの羽田エリカさんです。どうぞ。こんにちは。やめてくださいよ、やめてくださいよ。司会を進めていく渡辺徹でございますけどです、ね、よろしくお願いいたします。さあ、いよいよ2週目羽田さんの登場なんですけども、ちょっとボードの方を見てみたいと思います、はい、こちらでございます ね。なんといってもこの注目すべきところは、はい、ファミコン歴がそう8年。すごい。どんなソフトが得意なんですか？あのナッツ&ミルクっていうのが好きだったんですよ、うんうん、あのファミコンが出た時に親が並んで買ってくれて、うん、でその時に多分あの一番有名だったのがマリオブラザーズっていうカセットだったんですね。そうですね。そうで、それが売り切れててなかったんで、ナッツ&ミルクを買ってきてもらったっていうんで。そうですか、はい、なるほど。さて、予想なんですけども、はい、ミスター X さんというね、はい、まあ、番組に出ていただきまして、これプロの方なんですけども、はい、あのナッツ&ミルクというのは非常に古いソフトであると、はい、でそのソフトがやっぱ得意としてるということは、初期のものを得意としてるから、最近のちょっとスーパーファミコンものはちょっと弱いんじゃないかなということをおっしゃっていたわけですけども、はいはい、自信の方はどうですか？そうですね、あの、はい、得点だけが関係するって聞いてきたんで、うん、ちょっと頭を使ってみようかな。そうですか、まあ、前回の人はね、どっちかっていうと勘で勝負した人ですから、はい、今回は頭を使って頑張るぞということでございます、はい、さあ羽田エリカさんね、一体どんなゲームを見せてくれるのか、その前にちょっとね、私個人的にお仕事の方も伺いたいんですけど、はい、今後のお仕事の予定は、今なんですけど。今ですか？はい、あの9月の21日に迷子にさせないでという曲が出たんですよ。なんていうタイトル、もう一回教えてください。迷子にさせないで。させませんよ、迷子に。お父さんも嫌だわ。本当にもう、さあそれ早速この可愛い羽田さんに挑戦してもらいたいと思います。今月のチャレンジソフトはスーパーマリオワールドヨースターとコース2。制限時間1分でその得点を争います。よーいスタートと言いながら、お、あ、やだ、全然違う。こんなのやりたい。いきなりこれはこんなやられてしまいました。やられてしまいました。さあ大丈夫です。違うんじゃないんです、これがそうなんです。違うんです。さあスタートして、もう一回やってみます。45秒前です。まだ時間たっぷります。あ、違うんです。違うんですか？あんた誰に語りかけるようにやってるんですか？違う、ダメだ。ちょっと待って。お、何をしてるんでしょうか？これは何ですか？同じところで言ったら、もう一回っていうのはダメ。30秒前です。残り30秒。どうしよう。おっとパニックになった。ただ真っ白に走っております。おっと真っ白に走ってるだけで何も取っていません。何も取っていません。おっと、どうしたんだ羽田、羽田またやられてしまいました。ちょっと、さあパニックに落ちてる羽田。さああと10秒、さああと10秒だ。さあ5、4、3、2、1。そこまで。申し訳ございません、羽田さんの保護者の方すぐに連れ去っていただきたいと思います。何が言いたかったの？あんた違う違うって自分で何か一人で叫びながらやってましたけど、あの、うん、一番最後のが、うん、ね、本当だったんです。あの亀を持って投げつけてのをやりたかった。それがなかなかうまくいかないんで、うまくいかないで、違うんです違うんです。です、ね、さあということでございまして、羽田エリカさんの得点は22,400点。ということは本日の第1回のラッキー池田の上を行きました。おめでとうございます。いやー本当にね、興奮してやっていただきましてですね、手に汗握るゲーム態度でございました、はい、また遊びに来てくださいね。はい、ぜひ、はい、うるさいですけど呼んでください。本当にうるさかったです、ね、歌の方も頑張ってください、はい、ということで、ここの羽田エリカさんでございました。スーパーマリオデルデルゼルダの伝説、デル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 、ついに出るゴージャース、今度の冒険リアル、君もすぐに体験、ハッと息飲む謎解きアクション、なるほどスーパーファミコン危ないゼルダ、いけリンク、知らず知らずと真剣勝負、今宵もゼルダは最高潮、スーパー
まあ頑張っていただきましょう。ありがとうございます。なんか練習では5万ぐらい出したんですって。そうなんですよ、はい、ね、だから終わってから言われちゃいましたよ。なんて言われました？下手くそって。いや、そんなことはないですよ。またうるさかっただけですから。私はこれ可愛い人また来てほしいと思います、はい、また遊びに来てください ね、はい、ね。それからいよいよね、さしこちゃんは来週で3週目挑戦ですね。ね、頑張ってくださいね。はい、うちで練習してくださいね。はい。ね、いい素直なね。さしこちゃんの発言集っていうのを作りますですね。はい、はい、しかないことでございますから、非常にいいことでございます。はい。というわけでございまして、また来週も楽しく皆さんとお会いしてみたいと思います。それじゃあ、さようなら。さようなら。